再評価ブーム？戦国時代の武将の印象が変わる理由とは？歴史の細道、案内人の沙織です。今回は戦国時代の武将の印象が変わる理由について紹介していこうと思います。戦国時代の大名、武将のイメージはほぼほぼ決まっているのではないでしょうか。例えば織田信長であれば、前例、慣例にとらわれずに新しい概念を作って天下統一を目指したといったものですし、豊臣秀吉であればアイデアで成り上がり、その人たらしぶりで天下統一を果たしたといったところでしょうか。もちろんそれぞれ異論はあるでしょう。しかし資料、そして長年の多角的な史学的研究により、多くの武将のイメージが構築されています。一方で近年そのイメージが変わりつつある武将も多いものです。例えば明智光秀、2020年の大河ドラマ麒麟が来るの主役でもある明智光秀は、一昔前までは主君を裏切った反逆者なイメージが定着していました。しかし昨今では本能寺の変の理由こそ史学界でも様々な議論が交わされるほど決定的理由のないものではありますが、人物像的には反逆者というよりも優秀な武士として織田信長を支えていた、いわば戦国コンサルタント的な人物として描かれるようになっています。加藤清正も同様です。かつて加藤清正といえば賤ヶ岳の七本槍に数えられていたことや、朝鮮出兵での武勇などから、どちらかといえば槍働きに優れる武勇面がクローズアップされることが多い武将でした。築城の名手たり得たのも実践的な経験が豊富だからこそ、戦に関してのさまざまなシミュレーションをこなすことで最強の城として名高い熊本城が完成しました。また晩年は豊臣秀吉の遺志、豊臣秀頼が徳川家康と接見した際には短刀を忍ばせており、秀頼に何かあれば家康と差し違える覚悟があったとの逸話などから、気骨のある武将とのイメージが強いことでしょう。しかし近年の研究では、加藤清正は槍働きよりもむしろ文官としての働きから豊臣家で出世していったのではないかとの声も上がっています。武勇で鳴らした武将が実は文官となれば、全く逆のイメージとなって驚きです。加藤清正のように全く逆のイメージが提唱されるケースは稀ですが、明智光秀や加藤清正のみならず、時間とともにそのイメージが変わっていく大名、武将は案外多いです。イメージが変わる理由として研究が進められたからではあるのですが、なぜ研究が進められたのかというと、やはり様々なものが影響しています。まずは大河ドラマ。大河ドラマの決まり方は NHK が公表しているわけではないですが、実は全国各地において次の大河ドラマの主役をぜひといった運動が起きています。有名な武将もいれば地元のヒーローなど様々ですが、大河ドラマの主役ともなればその武将に脚光が浴びせられるだけではなく、地元の観光資源が増えることになるので観光客の増加が見込めますし、 NHK からの予算がつけられ、様々な研究を進めることができます。実際大河ドラマが決まることで資料集めに予算をかけられるようになり、新たな資料が発見されるケースも珍しくありません。そして新しく発見された資料の中には、それまでのイメージを覆すようなものもあります。その点では大河ドラマは週に一度の映像コンテンツとしてだけではなく、歴史業界に様々な影響を及ぼしていることがわかります。史学的な研究も現実問題、お金が必要です。研究を進めたいと思っても予算がないので研究が中断したり、そもそも研究に取り掛かることができなかったり、その点予算がつくことでそれまでできなかった大掛かりな研究が可能になるなど、いろいろと効果があります。決して NHK を持ち上げているわけではありませんが、 NHK の大河ドラマもある程度は歴史の研究に寄与しているという話ですね。
もちろん新しい資料が見つかるのは大河ドラマだけではありません。例えば古民家を整理したら思わぬ資料が見つかるというケースもありますし、京都界隈ですと新たな建築のために地盤を調査したら遺構が見つかり、新たな研究の題材になることもあります。資料が発見されるだけでは真事実とは断定できないのですが、それでも問題提起になりますし、遺構が発見された場合、それまでの資料で記述が見られたものの確証を得られなかったものの証拠となるケースもあります。このように何らかのきっかけで新しい事実が浮かび上がり、その事実が時間をかけてそれまでのイメージを払拭していくケースも珍しくありません。また私学という学問的見地だけが再評価のきっかけではありません。大河ドラマを含めた映像作品が見直しの機運を高めるケースも珍しくありません。映画やドラマなど映像コンテンツは多いですが、歴史を題材にしたものも珍しくありません。特に映画やドラマの場合、フィクションを歌っていますので、歴史上の人物を題材にしているとはいえ、それまでとは全く異なる新解釈が採用されるケースも珍しくありません。しかしそんな新解釈の映像作品が人気を集めると、それが新しい常識として人々に強く印象付けられることにもなります。またそれまで仮説だったものが作家の腕によってうまく辻褄が合わさったりするケースが新解釈として普及するケースもあります。例えば2016年に放送された大河ドラマ真田丸、真田幸村は関ヶ原での浪人を経て大阪城に入城する際、資料では歯が抜け落ち白髪まみれだったといった記述があります。昨今真田幸村はゲームや漫画、アニメの影響もあり高い人気を集めています。もちろんそれらはフィクションなのですが、漫画やアニメがきっかけで真田幸村を知ったり、あるいは好きになったという人も多いのではないでしょうか。そのような人たちからすると、白髪で歯も抜け落ちた状態で大阪城に入城したは、真田幸村のイメージにそぐわないものでしょう。しかし真田丸では、実は老人に変装して大阪城に入城したとの新解釈が採用されていました。もちろんそうだったと示す資料はありませんが、そんなことをしていないと否定する資料もありません。まさに行間を埋める作家のセンスといったところですが、このような形で作家が多少脚色したことが時間が経つにつれてさも事実だったかのように語られ、イメージが変わっていくケースもあります。それまでネガティブだった武将の場合、地元がポジティブなイメージを発信するケースもあります。冒頭でも取り上げた明智光秀がまさにその具体的な例です。本能寺の変で主君を裏切ったというイメージは、長らく多くの日本人が抱いていた明智光秀像でしょう。しかし明智光秀の地元でもある福知山ゆかりのある京丹波、さらには坂本城周辺など、明智光秀が全盛を敷いていたエリアの人々にとっては、裏切り者とのイメージが強かったのは歯がゆいものだったのでしょう。もちろん本能寺の変は歴史の事実ではありますが、決してそれだけではなくいい部分もあったと積極的にアピール。大河ドラマという追い風もあり、明智光秀のイメージはかつてとは少々異なるものになっているのではないでしょうか。このように戦国大名、武将のイメージは時代とともに変わるものです。つまり今現在のイメージも数年後、あるいは数十年後には全く違うものになっている可能性もあります。歴史は過去のものではありますが、決して決め打ちされたものではなく、何らかのきっかけで新しい事実が出てきたり、それに伴いイメージも変わったり、これらの点もまた歴史の楽しさの一部かもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。
もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。